カヌースラロームカヌースラロームとは、川の一定区間に不規則に設置された30前後のゲートを最上流のスタート地点から順番に通過して下る時間を競うカヌーの競技。各ゲートは2本のポールで構成される。ゲートの通過方向は上流から下流だけでなく、下流から上流もある。ゲートに触れたり、ゲートを普通化したりすると、ペナルティが加算される。 一般的に人が立っていられないほどの急流で行われるので難易度が高い。水面上の二次元的な動きに見えるが、船体をわざと傾けたり、半分沈めたりして、回転性能や運動性能を上げ、急流や荒瀬を横断しながらゲートを通過するという三次元的な操作を必要とする。持久力の高さ、パワー及びバランスが要求されるスポーツ競技である。この競技では、 カナディアンカヌーもカヤックも使われる。競技に使用される船はスラロームテイという。形状は薄く細長いひし形である。通常は FRP などで作られているが、最近は 10kg 未満の長軽量で合成の高い新素材が使われ始めた。ワールドカップやオリンピックの競技種目でもある。オリンピック開催年を除いて世界選手権も開催されている。 日本では毎年4月に NHK 杯全日本カヌースラローム競技大会が開催され、テレビで録画放映される。ありがとうございます。